もしかして。もしかして溜まってんじゃねえかなと思ってたんですよ。うん。まあね、これはね、何が悪いかっていうとね、アンクルの図書の方が悪い。悪でーす。あんな残念そうなさ、倒り方する悪で。もう待ちで行きましょう。待てたい。20分間無駄に。一発で行きたかったよ。わかんないわ、やっぱ。難しいね。行きましょう。これは多分、その、ね、チームには結構使えるはずや。行って、2番方。行って、8の残念ぶり取り返せ。戻したいよ、取り返せ。聞いてないんだよ。あ、待ち行けないやん。頼むぞ、お前。頼むよ、ちょっと。戻したいよ、失敗でやめろよ。こんな感じで取ればいいんだよ、頼むぞ。マジックダブルスキャンダルっていらねえわ。いらないですね。うん。普通に行けばいいんすよ。さっきと同じでいいんすよ。手のひらクルリンで行きましょう。さあ行きましょう。もう問題はメダパニがどれぐらい効くかですよね。もうそれで全然違ってくるから。さあ、どんなもんかな。技何がいいんだろう。ギズモ狙っちゃうと、ダメージが下がっちゃうんですよ。まあ当然ギズモはね、ギズモって回避率も高いし、耐性もいいんですよね。だから、なんとも言えんねんな。いけ、軍隊ガニ。ひっくり返す。カニ歩きから。はい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 。はい。足ないやん！あいつ。そいつに足はない。いけ、ダースゴーダゴン。灼熱。灼熱でどんぐらい出るか。おー、いいね。あ、結構効くんだね。ゴールドマンがやっぱ弱いね。さあ、当たれば、大ダメージ。ヒロイクいます。当たれ！当たろう！おら！さっきゴールドマン、怒涛の手をね、見せつけてくれたんでね、ここを当てていきたいですね。痛いな。さあ、向こうは何してる？向こうね、やっぱね、締め付けるとかメタパニとか結構嫌なもんが多いんで、それで止まるかどうかは結構重要になってきますね。痛いね、ドルクマね。さあ、ヒートアップでこれ。いやー、メタパニだよ。やだよ。うわ、主人公かかるか。主人公かかるか。主人公かかるとね、翼入れもできないしね。大地の怒り、ちゃぶ台をね、返してくれましたよ、こいつ。おっと、軍内側に避ける、ラッキー、ラッキー。締め付ける、うわー、行動不能になるね。これはうまいことね、回避してほしいとこっすけど。やめてよ。受けてるね、主人公はね。オッケー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 、よいよいよい、大丈夫大丈夫、大丈夫だ。ええ！よし。さあ、軍隊がね、ひっくり返します。誰かをひっくり返しに行きます。おっと！きゃ！よし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 。これでかい。これ超でかいよ。さあ、向こう、寝玉に、さらに寝玉に寄せてくる。かからない、ラッキーラッキー。灼熱行きましょう。灼熱でどれぐらい効くか。なるほど。ここはね、ちゃんと勝ちを持っていきたいんで、さらに勇気を貯めます。勇気貯めて、向こうにね、とどめ打ち打たせたらおしまいやね。そう、ギズモがうざいね。ギズモのせいでダメージ全然入らん。クールブレイク。さあ、いけ！はい！よし。ワンチャンこのまま落ちてるからね。動けない。よし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 。これはでかいよ。でかいでかい。動けないのでかい。黄金の波動。誰に行くかね。うん。おお、ラッキーラッキー。いいよ。軍隊ガニちゃん優秀ですね。はい。足場で行きますよ。さあ、もう一回転ばせてやる。ほい、ほら、転べよ。
転ばないわ。ヒートアップ、向こうはヒートアップで攻撃出ました。うわ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 、抜けてるね結構ね。多分向こう行きまだ溜まってないと思うんだよな。浅いところ行きます。全てをズタズタに1、2、はい外していく。まあ、ここは外すのは分かってた。向こうまさか勇気溜まってるんだよな。でも止まってたから絶対勇気溜まってないはずだよ。スペシャルカードを発動。スペシャルカードがあったか、一瞬もう止まってるのかと思った。びっくりした。びっくりした。まさか溜まってんのかと思った一瞬。いやでもお互い勇気溜まったから最悪この明治劇にかける。で連打で勝てれば勝ちやね。オッケーオッケー、溜まってはなかったね。オッケーオッケー。さあバブルボム行きましょう。せーの、はい。あれあまりの効かなささに私驚愕しておりますね。当たるところ行きます。オッケー当てた、勝ち。よっしゃーべ、勝負あり。よし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 、2回戦突破できたんでかいですよ。さあ次の技はどうですか。里見さんでしょ、あなた金持ちの。やばいドキドキしてきた。こういうやつはつばぜで仕掛けで勝てそうだな。え、森さんちょっと待って、まだまだ心の準備が。いやでもこういうやつはこの匠は状態異常がマジで多いから気付きやんと。相手チームの登場だ。さあ匠よ、お前状態異常大好きだもんね。何使ってくんの今回。はい、なるほどね。はい、また軍隊ガニが被っていくというね。なるほどね。いや結構上がるね。おー、じいじい。さあ3回戦です。ここで負けるとまた地獄のもの作業になります。負けるわけにはいかないですよ。いきましょう。軍隊結構なんか似てるんだよね今回は。なんとも言えん戦いになりそうですね。いやー怖いな。お互い技の命中率次第っていうとこあるね。気付けていきましょう。HP は互角。全然わかんないですよ。スペシャルカードで1点、2点差ありますから。さあ、フルデッキこれ当てれば、かなりのダメージ。さあ、当てれるか？うん、ダメージ！オッケー。よく当てました。当てると本当にでかいから。ただ、命中率本当に低いからね。さあ、灼熱でどれくらいいけるでしょうか。おー、いいね。いいね、いいね、いいね。これはでかいよ。さあ、さらにもう一回、ひっくり返しに行きます。さあ、足バレが、かそもそもアダムか、トモグイ、トモグイ行った、トモグイ行く。さあ向こうがから吸収の地へ。それはもうマジックダブルスキャンだね。これどういう技なのそれ。ん、何だい、何かしたかい。カメラ目線的に、うわ向こうひっくり返してくる。やめて、そういうのやめよう。そういう状態上してくんの。あてめえ、でもそれは卑怯だよ。ねえ、それ卑怯だと思わないの？それは自分でさ、ずるいと思わないんすか？当たるところになっちゃった。灼熱の方がいい、絶対これ。あ、なに？光の玉？瞑想、めっちゃしますね、奥さん。瞑想めっちゃしますね、あなた。でも、確かこれみんな物理じゃなかったかな？さあ行きましょう。あ、外したこいつ。外すんだよな本当に、マジカルメイソーな。さあ2回目吸収ってどういう効果なのかな。え、何それ、え、何それ、ちょっと待って、はぁ、380の回復をしましたよ今。どうなってんすかねこのゲーム。痛いよ、寝んな。よし、さあ、アサルゴール行きましょう。すべてをズタズタに。いけ、よし、オッケー、当てる。しっかり当てる。しっかり当てる、大丈夫だよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ひっくり返していきましょう。ひっくり返しが当たるかな。はい。特技でした、これ。そうか、それは特技なのか。シールドクラッシュ。いや、怖いね。痛いね。いやー全然わかんない勝負やってきたな。え？つばぜり合い発動。そう
ういうことしてくるの。今までされる側だったのに。よし、まあまあでしょう。負けるわけにいかないですね、これ。これ負けたらほぼ敗北じゃねえ。勇気の力を負けるわけにいかない。戦いがそこでやる。いけ。よっさー、俺の勝ちだ。レンダで俺に勝てると思うな。レンダで俺に勝てると思うな。レンダには自信ありますんでね、キラさんは。筐体でね、毎回超グレートを取ってる僕の連打を甘く見ないでいただきたい。絶対負けない。あとはもう慎重にユキさんでいきましょう。そうすればもう勝ちルートですよこれ。ただ向こうのね、火力とか痛恨次第でまだ分かんないからな。出んなよ。よし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 、大丈夫だ大丈夫だ、 OK、 大丈夫だ大丈夫だ。シールドクラッシュ、いやー避けるか。よっしゃ、ヤキラキー、いいっすね。さあ、当たるところ当たるところ、そうそう、当てていこう。しっかり当てて、オッケーオッケーオッケー、こっち当てるよ。大丈夫だ、当てたことに意義ある。で、次のターンに勇気さえ貯めれば勝ちですよ。よしよしよし、ダブルマン発射。よっしゃ、これで勝ちだ。多分勝てる、これ。これはもう勇気溜まってこっちが勝ちですね。多分勝ちが見えてるよ。ただ向こうはね、まだね、逆転のチャンスあるんで、本当わかんない。3人残してんじゃねえか、ちゃんと。怖いわ、3人残ってんのって超怖くないか。あと2体がちゃんと残ってるんですよ、3人とも。何をする、イホイミ、イホイミって何、知らないんだけど、知らないんだけど、何それ、強そう。いや強いわ、なんかあるの効果。ああ、追加効果出なかったのかな。ひっくり返す、まあ、最悪一人止まるぐらいだったら、一人止まるぐらいだったらなんとかなるよ。まあ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 、まあ、一人止まっても大丈夫だよ。よし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 、氷の息、これ耐えればもう勝ちルートですからね。多分耐えるでしょう。はいはい、よかった。王が勇気で満ち溢れた。もうとどめ打ち撃で勝たせていただきますよ。もう大人げなくいきますね。よし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 、よかった。いやでもなんか前回より純粋ですね、戦法が。マミーとかジェラハンの時の方がきつかったわ、正直。ラリホーダの嘆きの歌だろうね。とどめ打ち撃見せてやんよ、いくぜ、行くぜ、トルネコ。こっちは数の暴力で勝負や。ほら、仲間呼ぶぞ。ほら、いっぱい来るぞ。おめえら何やってちょっと一部何やってんだ、これ。いけ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 、おっさんたち。おっさんが、おっさんの大突撃。ちょっと待って。勝負あり。いやー、よかったよかった。つばすり合いさ、向こうがしてくると思うんだな、でも。さあ、準決勝も勝ちましたよ。さあ、最後にね、うー、緊張して、つばせり失敗しちゃったって。いや、つばせり、よくかけてきたね。むしろ、この前、かける側だったから、自分は。たくみ、お前、いいやつだわ、いろんな意味で。攻撃点も守備点も戦える。そうだね。つばせり、そうだね、今のポイントだったかもね。つばせり、僕、しない気がしてくる。さあ、ラストはね、この、め、ちゃんと勉強してる人ですよ。めって言っちゃった。今、めって言っちゃった。ごめん。さあ、ラストか。まあ、前回はね、すごい魔法でゴリ押してきたんでね。さあ、どうでしょう。Ready, fight! ほんほん。え、なにこれ？ああ、なるほど。すげえなんか呪文パーティーだね。氷が。さあ、呪文パーティー。決勝戦ですよ。このままね、まあね、ダースドラゴンたちでね、勝ってしまおうかなって。でもさ、思ったんですよ。さっき、なんか、アークデモンたち全然輝かなくて、なんかすごい苦い思いしたじゃないですか。アークレアもどっちしおまらせいだとか言ってさ、言ったじゃないですか。なんかさ、こういうの決勝でさ、
まああんな感じで負けちゃったパーティーが勝ったらさ、神回じゃないですか。ね、僕はね、もう一つ言いたいよ。そういうモンスターで勝たせてあげたい。一回負けて、まあね、守備力も低いし、まあしょうがない部分もあるけど、ね、それをモンスターのせいにしちゃったし、そのモンスターたちでもう一回チャレンジしたい。決勝で、決勝という大舞台でチャレンジしたい。だから僕多分このダースドラゴン軍隊側に行ったら互角の戦いできると思うんですよ。僕はあえてちょっと決めました。2回戦でひどい負け方したこのパーティーで決勝に挑みます。行くぞお前ら、行くぞジオマラークレーン、僕たちの意地を見せる時やってきたぞ。大舞台でまさかの2回戦負けしたパーティーで大爆地に出ます。私行こう、勝とう。さあ向こうはね、呪文主体のパーティーなんでね、何とも言えない場所ではありますが、行きましょう。 HP は2091、ただね向こう火力は高いから気をつけない、気をつけよう。さあ向こうが早いね。さあデイン、そうだよね、呪文攻撃はほんと強いからね。はい、ああ、でも、まあ、ズシオマルで、海面強いんで大丈夫ですね。さあ、向こう何してこれ、バヒャド、何バギとヘアドが合わさってんのこれ。融合魔法でね。インパクトが最大ですね。さあ、ギマホーン、こちらも、融合呪文で、合体呪文で対抗します。行くぞ、ほい、行け、よしよし、おし、呪文を放置していく。これで向こうが呪文を使えなくなりました。あ、でも物理攻撃してきたが、まあでもこれでね、呪文封じれるのはでかいよ。呪文封じによって向こうの火力は下がる、絶対に。よっしゃ、いけ、頭上まで、お前たちが、お前たちが勝つんや。いいぞ、さあクレーン魔導書を出して新イオンナッツ、うん、吹き飛べ、ほい、よし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 、まだまだ戦況が読めません。え、あ、すまねえ、すぐんのマジ勇気を込めて立ち向かえ。はい、よし、オッケー、うまいっす。これで勝とう。俺につばぜり合いで読んだことを後悔するといく、いくぞ。あ、ちょっと遅いかな。よっしゃ、危ねえ、ちょっと遅いなと思ったけど大丈夫だった。オッケー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 。さあこっちはスペシャルカードで、さらにロトの紋章を使って火力を上げていきましょう。大丈夫、いけるぞ。2回戦の負けは嘘やっていうことをお前が証明するんや。いけ、はい、1、2、3、4。おお、今日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 、おおお、トマサネコクギギ、これ呪文封じてるから、呪文封じてるから、呪文が打てないからこうなるんですよ。もうでかいよ、それはマジででかい。ナイスよ主人公。ああ、いや海流攻撃たっけな、くずたし、うわっ、かけられていく。スペシャルカード、しかもね、つばせり足かけられたから無駄になってんな。つばせり足かけられたせいで主人公攻撃ができなくなってるから、その分無駄になったな。スペシャルカード何してくるの。スペシャルカード発動。え、ちょっと待って、ゴリ押す来たんだけど。ねえねえ、ゴリ押すのやめようよ、ギガデインとかで。やめて、ゴリ押すの。いやー、イーブンになったな。いけ、当たろ、あ、まあまあ、2体当たってる、2体当たってる。2体当たってる。大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。いけるぞ。勝てるぞ。うわ、シャドル効果。海流のね、第3の技ですね、これ。うわ、かっこいいな。痛えな。まあ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 、これギマホーンしましょう。ギマホーン合体呪文、ギマホーン殲滅、はい、よしよし、これでかい。さあ悪伝最後の、さあその場の場所を止める、敵を倒さない、イオンナーズ、やったー、やったじゃん、やったじゃん、やりましたよ。
最後にね、決勝戦にあえて2回戦で負けたパーティーを使ったっていうね、もうね、勝ちたかった、あのパーティーで。本当に勝たしたかった。どんなモンスターもね、勝機はあるんですよ。僕は今それを証明しました。やった、賢者もやった、来た来た、やられた。ティレは本当にすよ、ありがとう。どっちかといえば匠の方が強かったんだけど賢者はチームを作るのはとても難しい職業。僕いろんな意味で難しかったよ。賢者って何か賢者って何から始まったんですよ僕本当ね、賢者に関しては本当に解説動画とか作れないっすわだいぶやらないとね。え、そうだね、バトルの前からチームを絞り、いいチーム作ってありがとう。いやマジでいいチーム作ったと思うよ自分。あ、これ一番いらないやつだギガデインだね。これ珍しい方のギガデインですね。最強賢者レベル99になったレベル99になったよ。おい、ねえねえ、レベル99になったよカウンスト、イエーイ。はい、というわけでね、もうほぼ焼き付け場のいきなり賢者始めてそう、賢者に関しては本当によくわかんないんで、もういきなり大会モードに挑むってことになっちゃいましたけどいや無事に勝ててよかったですね本当に。いやでもちょっと感動だわやっぱね。あのアークデモンのイオナズン、あれ好きなんですよやっぱ。僕アークデモン好きなんですよ。それで勝てたんが嬉しいかな。うんだけどね、残すはやっぱりあの一つですね。僕毎回残してますね。毎回残してですよね。バトルマスター。お疲れ様です。また、バトルマスター、研究しておきます。お疲れ様です。